ブラバム BT49 はゴードン・マレーが設計したフォーミュラ1カーで1979年から1982年にかけてブラバムチームによって使用された。ブラバム BT49 ブラバムは1979年シーズンをアルファロメオ製 V12 エンジンを搭載する BT48 で戦っていたがパワーこそあれど信頼性が低く結果が伴わなかった。また、 同年には、アルファロメオのワークスチームが復活しており、当時、ブラバムのオーナーだったバーニー・エクレストンはブラバムが、アルファロメオから、セカンドチーム扱いされることを避けたかった。こうした事情から V 型8気筒のコスワース、DFV エンジニーへのスイッチを決め、終盤2000からは、DFV を搭載する新車 BT49 を、投入した。エースドライバーのニキラウダはこのマシンを、 カナダグランプリのフリープラクティスで走らせた後、突然引退を表明した。これはラウダが12気筒エンジンと比べて、かなり劣る DFV のパワーに失望したためとされる。BT49 はモノコックなど多くの部分で BT48 をベースにしており、BT48 を DFV エンジンに合わせて作り直したマシンと言える。モノコックは BT48 の アルミモノコックをカーボンパネルで強化したもので、この手法は BT50 まで使用された。サスペンションは BT48 と同じ前後プルロット。ギアボックスも BT48 と同じく、ヒューランド FG400 のギアにアルファロメオ製のケースを組み合わせたもの。大きく変わったのは燃料タンクでアルファロメオ製エンジンと比べて燃費の良い DFV を採用したことにより、 30リットル近く容量を減らすことができた。これによって乾燥重量で1 5ラム以上、フルタンク状態では4 0ラム以上の軽量化となった。1980年は BT49 を継続使用した。前年はアルファロメオ時代と同じ赤いカラーリングだったが、この年から白と濃紺のカラーリングが登場。スポンサーにはパルマラットが残った。 シーズン中盤には改良型の BT49 バイトが投入されたが、回一フル参戦2年目のネルソン・ピケは BT49 バイトの挙動を好まず BT49 に乗り続けた。第4戦アメリカ西 GP でポールポジションから初優勝すると、ウィリアムズのアラン・ジョーンズとドライバーズタイトル争いを展開した。終盤オランダグランプリとイタリアグランプリ、コンストラクターズランキングは3位。 1980年のアメリカ西グランプリからデビューした BT49 の発展系。アメリカのワイズマン社によって設計された横置きギアボックスが特徴。これはアルファロメオ製ケースよりもコンパクトでグラウンドエフェクトの効率を向上させることが狙いだった。ギアボックスに合わせてリアサスペンションも変更されている。しかし、 この変更が、あだとなってマシーンはナーバスな挙動を示すようになってしまい、ネルソン・ピケは一度テストした後は一切使用しなかった。第8戦フランスグランプリ以降は、セカンドドライバーが BT49 バイトを走らせるようになり、フランスグランプリでは、リカルド・ズニーノが、次戦イギリスグランプリ以降は解雇されたズニーノに代わって、シートを獲得したヘクトール・レバークが使用した。しかし、 ピケでさえ持て余したナーバスなマシンを乗りこなすことはできず、成績はかんばしくなかった。また、新型ギアボックスもしばしばトラブルの原因となった。BT49T は、ブラバムと BMW のエンジン供給の契約がまとまった1980年末から1981年にかけて BMW のターボエンジンのテストに使用されたマシン。初期型の BMWM12。 13エンジンを搭載する。ターボエンジンに合わせて冷却系が強化されており、また、マシン各部にデータ収集用の機器が搭載されている。これらの変更に合わせて、ボディカウルの形状も変更されている。カウルレス状態の BT49C1981 年、前年度まで猛威を振るったグラウンドエフェクトカーを規制するため、フィザは、 スライディングスカートの禁止と最低地上高を 60mm 以上とするレギュレーション変更を行った。ブラバムは BT49 をこれに合わせて回収した BT49C を開幕戦から投入した。失ったダウンフォースを補うためにフロントウィングが復活し BT49 から多くのデザイナーのゴードン・マレーは走行中に車高を計測することはできないことと 走行中の車高変化は規制できないことに着目し、ハイドロニューマチックサスペンションを開発、第2戦ブラジルグランプリから投入した。この装置は、シリンダー内に空気とオイルを充填したもので、静止状態では車高が 60mm 以上あるが、走行中車体にダウンホースがかかると、オイルがリザーバー側に移動して、サスペンションが沈み込み、本来の車高に戻る仕組みだった。 明らかにレギュレーションに違反する行為だったが、走行中は車高を計測することが不可能なため、黙認された。このアイデアにより、60mm ルールは、事実上骨抜きになった。FIA とフィザは黙認せざるを得ず、他のチームもこれを見て、同種のシステムを採用し始めた。アルファロメオなどに至っては、より単純な手動を切り替え式を採用した。マレーは、皮肉を込めて、 BT49C のコックピットに赤いノブのついた。ネルソン・ピケは第3戦アルゼンチングランプリと第4戦サンマリノグランプリで連勝するなど序盤からチャンピオンシップをリードした。ブラバムはこれを後期と見てシーズン途中から異例の予選用車 C をピケに用意した。これは軽量化のために燃料タンクを必要最小限の大きさに縮小し、さらに カーボンブレーキを装備していた。ピケはこのマシンもあって、しばしば予選で優位に立ち、3度の優勝を含む7回の表彰台を獲得した。最終戦ラスベガス GP は、ウィリアムズのカルロス・ロイテマンが1ポイントリードした状態で迎えた。このレースで、ロイテマンはノーポイントに終わり、ピケが5位2ポイントを加算して、逆転、自身初のドライバーズチャンピオンに輝いた。 この年の主なライバルはウィリアムズだったが完全なピケ優遇の体制を築いたブラバムに対しウィリアムズはカルロス・ロイテマンとアラン・ジョーンズの確執があだとなりドライバーズタイトルを逃したトータルでピケが50ポイントチームメイトのヘクトール・レバークは11ポイントでコンストラクターズランキングは2位となった1982年は BMW 製 自家4ターボエンジンを搭載する BT50 を投入したが、BMW エンジンの熟成不足のため、第2戦ブラジルグランプリから第8戦カナダグランプリまでは BT49C に変更を加えた BT49D が併用されることとなった。ハイドロニューマチックサスペンションが取り外され、可動式のスライディングスカートが装着された。 BT49C からさらにカーボン製パーツの数を増やし、またノーズも BT50 に近いデザインに変更された。第6戦モナコ GP では、レース終盤に上位が次々と脱落し、リカルド・パトレーゼが幸運な初勝利をものにした。BT49 は4種類の派生形を合わせて17台が製作され、一部が製作時とは違う仕様に回収されている。 なお BT49 から13は結番。BT49 として製作された、BT49 から1から BT49 から6、よび BT49 から8から BT49 から10までのうち、BT49 から3と BT49 から6は、BT49 バイトに、BT49 から9と BT49 から10は、BT49C へと回収された。 BT49 バイトとして製作された BT49 から7は後に BT49 へと回収された。BT49C として製作された BT49 から11から BT49 から15までのうち BT49 から14は予選用車 C として回収された。また BT49 から14と BT49 から15。 は1982年の第2戦にパトレーゼ車とスペアカーの制作が間に合わなかったためスライディングスカートを装備するなどの改修。BT49D は BT49 から16から BT49 から18まで3台すべてが新規に製作された。コンストラクターズチャンピオンシップはシャシーとエンジンの組み合わせで争われる。ブラバムはアルファロメオとフォードを搭載。 ブラバムアルファロメオは7点、ブラバムフォードは無得点だった。ブラバムはフォードと BMW を搭載した2種類の車両を使用した。ブラバムフォードは19点、ブラバム BMW は22点となった。ありがとうございます。